皆様、こんばんは、ショーイ、木村まりです。こんばんは、ショイ、井上ゆかです。はい、始まりました。12月20日水曜日。はい、ゆかちゃん。もう、いくつ寝ると、お正月。いや、でもね、まだほら、20日だよ。クリスマスある、クリスマス。いや、もうクリスマスなんて、そんなもん別に、何の予定もないことですし。悲しみます。いや、でも私は毎年ね、クリスマス会やってますので、今ね、着々と準備を進めているところです。ただ今回はね、私の家じゃなくて、いくみんのうちで開催の可能性もあるね。お子様もご一緒に。そうなんですよ。お子ちゃまがね、お二人いらっしゃるので、なかなかね、お子ちゃま二人連れて私の家に来るが大変かなってことで。難しいところで、おかちゃんがいるところに行くのも大変だし、来るのも大変だし。でも、いくみさん絶対助かると思います。そうなの、そうなの。面倒見てくれる人がいっぱい来るから。そうね。いくみんの息子ちゃんたちはみんなね、可愛いおにゃの子たちが好きらしいから。そうなんですね。男の子だからね、両方とも。新美顔が鍛えられる感じの。美人さんがいっぱい来るからね。美人がいっぱい来るで。ってな感じでね、もう、まあでも、まあお正月も迫ってるってことで、ゆかちゃん、大掃除した？私、なんか常に、なんて言うんでしょう、舞台があって、ずっと、ローテーションで着物とかが回し干しとかされてるんですよ。でもうなんか洗濯物も常に大量なので、なんかもう、片付かないんです。ね、なんかお着物ってね、実はなんか間にね、タオルいっぱい挟んだりとか、中襦袢着たりとか、そうなんです。大変なんだよね。片付かないんです。片付かない。そうなんです。ねえ。なので、常に割ともうすぐ使うから、もう出しっぱなんです、いろいろ。そうだよね。無理です。あと、シワにもなっちゃうしね。そうなんです。ねえ。まあ、多少はなんか、ファブリーズしたりとか、掃除機かけたりとか。ファブリーズは掃除じゃないから。いや、除菌してくれます。除菌ですよ。まあね、かくいう私もね、そんなにです。あれ？今回クリスマス開催が中上家になりそうなので、ますます掃除が。ね、私の家だったらもう必死こいて掃除しますけど。そうですね。毎年ね。確かに。誰か来ないとね、掃除ってしないよね。しないです。本当にしないです。誰か来てくれないかなと思いつつ、今の現状を掃除するのもめんどくさいっていう。ということで、皆さん、どなたか、お友達の皆さん、ゆかちゃん宅に。来ないでください。来ないで。片付けたくない。というか、片付けられない。はい。ということで、番組を紹介していきたいと思います。はい。この番組ファンファンは月曜日から金曜日の23時から23時半までの帯番組となっております。はい、月曜日担当がウェイウェイさんと渋谷まりこさん。火曜日は森本奈美子さんと梶山はるかさん。はい、水曜日は私、桐村まりと井上ゆかちゃん。はい、木曜日がレノサトシさん、木村すばるさん。そして金曜日は池田彩さんと尾崎えりさんでお送りする番組となっております。ぜひ他の番組もチェックよろしくお願いします。はい。また、この番組は東京モノレール羽田空港国際線ビル駅構内にあるエドプレスジャパンの認知度を向上させるための番組ともなっております。エドプレスジャパンというのは羽田から世界へ日本の魅力を発信している外国人向けのインターネットテレビ放送局です。エドプレスジャパンで検索するとホームページから24時間動画を配信しております。また定期的に日本の魅力をご紹介するエドプレスマガジンというフリーペーパーも発刊しております。日本のみならず海外でも手に取れるように配布されておりますのでぜひチェックしてみてください。はい、ということで、12月20日水曜日、はい、よろしくお願いします。いくぜ！桐村まりのキリッとキラックラジオお便りのコーナー。はい、それでは早速ゆかちゃんお便りお願いします。はい、ラジオネームクリスチーヌさんからいただきました。ありがとうございます。マリニャンゆかにゃんこんばんはっしゃい。わっしゃい。マリニャンは最近ポケモリにハマってますよね。ほうほう。自分はまだ、キャンパーレベル22なのですが、またプレイしております。ほうほう。マリニャンの、好き嫌いなキャラクターや、うんうん、今のキャンプの状況など、ぜひ教えてください。参考にします。ではではということです。もうめっちゃツイッターで上げてますもんね。そうですね。私携帯のアプリゲーム、動物の森をやっておりまして。はい。はい、そうね。今一応ね、キャンパーレベルは今んとこ33ぐらい。おー。なかなかの手だれですね。そうなの。手だれキャンパーですね。そう。まあ、内装は、やたらフラミンゴが多い。フラミンゴが多い。あのね、はい。動物じゃなくて、フラミンゴが置物で売ってるのね。ゆかちゃん知らないの？フラミンゴ売ってんだよ。私まだレベル15なんで。フフラミンゴが売ってて、はい、私の庭にはフラミンゴが4体いるから、はい、もう動物園じゃないですか。動物の森、動物の森の中で動物園。なるほど。そうでもね、フラミンゴかっこオスって書いてあるの、いまだにメスが一回も出てきてないの。うちの公園ちょっと大変オスだらけになってるから、フラミンゴの。すごいですね。うん。ぜひ、メスを見かけた方は私にご一報いただけると。すごい。メスなんか出てくるんですかね、うん、どうなんですかね。でも、カッコオスって書いてあるから、必ずカッコメスがいるんじゃない？確かに。うん。確かに。と思う。じゃないと、おいおい、任天堂みたいな感じになりますよね。うん、メスはどこだってなっちゃうじゃん、はい、確かに。そう。今、キャンプのテーマとかはどんな感じですか？テーマ？私はフラミンゴ公園が右半分で。なるほど。左側は、はい、今ちょっとまあクリスマスかな。うん、あ、いいですね。クリスマス。すごい余裕がある人ですね。クリスマス用品とかを揃えるということは。まあでも全部は揃ってないまだ。うん、すげえ。多分でもね、はい、ここでね、井上さんにお知らせがあります。はい、桐村さん、ぶつもり、あ、来てきました。この前話してたやつ来た。来てきました。この間、釣りで、ゲームの中で釣りができるんですけど、はい、マグロを釣りました。お、マグロ一本釣り。はい。はい。とっても嬉しかったです。はい。急にやる気がなくなってきました。おやマグロが一体何をしたっていう感じですけど。マグロ、釣ったどー。すー。みたいな。やばいやばいやばい。やばいやばい。やばい。動物の森さん、任天堂さん、はい、ちょっと、いち早く新しい、ちょっと何かを入れないとやばいぞ。やばいです。やばいぞ。ぜひ。飽きてきてるぞ。ぜひぜひ。なるほど。井上さんはまだなんかいろいろ、なんか、始めたばっかり、ね、まだ、物を献上するしかあんまりしてないので。そうそうそう、木村さんね、もうね、ちょうちんあんこうも釣ってるし、やばいやばいやばい。モルフォルチョウも持ってるし、やばいやばい、タマムシも持ってるし、やばいやばいやばい。もうね、うん。次にまた面白いの出ますよ、多分。次に行きたいです。こんな感じでアップデートお待ちしております。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあもう一つ行っていきましょう。ラジオネーム、サンタさんからいただきました。ありがとうございます。マリさん、ゆかさん、こんばんは。こんばんは。いよいよ今年も残り少なくなってきましたね。クリスマスも近づいてきて、街もムードが漂っておりますが、お二人は何歳ぐらいまでサンタを信じていましたか？クリスマスの面白いエピソードなどありますしたらお願いしますということですね。ああ、なるほどね。はい、ゆかちゃん何歳ぐらいまで信じてました？私は、小学校上がる前なので、5歳ぐらいです。早いね。うちはそもそもクリスマスプレゼントというものを、もらえない家庭だったので、あるよね。でもね、そうなんです。時たま思い出したように。あげるみたいな感じで、なんか。何その雑なサンタさん。しかも親から直接でしたからね。ああ、わかりやすい。夢を持って靴下を吊り下げてた時期もありま、リアル靴下です。リアル靴下。自分の。ぶら下げてた時期もありますけど、何にも入らない。カードぐらいしか入らない。そうだね。早々に諦めました。サンタはいないなって。悲しみます。そんな感じですよ。マリさんはどうですか？私ね、でも私も似たような感じかな。でもね、私なんか小さい時はちょっとシックスセンスがあったのかな、わかんないんだけど、たまたま私まだサンタさん信じてたと思うんだけど、親がマリちゃんクリスマスプレゼントは何だと思うみたいな感じで聞かれて、でその時に私は普通になんだろうなみたいな、何かなみたいな答えたら合ってたらしくて、マリちゃん見たのって言われて、見た？何見たの？何を見たのか。何の話かなと思って。ざわって。ざわってなりますね。そこでバレるって。そう。お兄ちゃんがきっとこれで、私はこれかなみたいな感じだったら、マリちゃん見たの？何を？見てないけど、みたいな。ドンピシャで当てちゃって。すごい。そう。まずいね。シックスセンスですね。そうそう。それは、良くないシックスセンス。気まずい。そうそうそう。それでね、ふえーってなって。なんか若干怒られるみたいな。なるほど、なるほど、なるほど。だから悲しいクリスマスなのに、みたいな。そうそう。まあまあ、そんな感じですね。悲しいですね。なるほど。まあでもね、やたら小さい時は家電が欲しかったみたいだね。ほう。なんか家電っていうか自分で物を作るものが欲しかった。女の子あるあるシリーズ。あ、でもわかります。綿あめ機とか。わかる。持ってたの、綿あめ機。うちもありました、綿あめ機。そう、クリスマスプレゼントで綿あめ機もらいました。本当ですか？もうね、しかもね、昔の綿あめ機でかいんだよね。うん、でかい。そう。すごいでかい。本物ぐらいでかいです。そうそうそう。周りプラスチックで。そう。なんかとこが入れるなんか。掃除大変なんだ。そう、めっちゃ、舞うんですよね。舞うし、飴が、めしめし舞いますく。その割には全然出てこないっていう。そうなの。全然綿菓子出てこないっていうね。いや、でも今売ってたら買っちゃいそう。今ね、もうちょっとちっちゃくなってる。あ、そうなんですか？ほんとちっちゃくなってる。ほんと。ルンバぐらいよ。そう、ルンバぐらい。すごい、ちょっと調べてみよう。そう。へぇー。あとなんか、旗織り機みたいなの持ってた。旗織り、あった、なんかそうなのあった。聞いてる男の方はわかんないかな。ほんとね、右に左にね、スライドするだけでね、マフラーが出来上がるっていう旗織り機。織姫様みたいなタイトルのやつがあったんですよ。なんか自動で、鍵編みみたいなのなかったですか？ガション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 みたいな。もうね、ああいうね、ものづくりシリーズをクリスマスに所望してた気がする。すごいわかります。いや、盛り上がっちゃったね。80年代、90年代ぐらいあるみたいな。アマゾン、なんか、ちょうど今日の収録の日、アマゾンセールだから見てみよう。綿あめ機。ちょっと綿あめ機見ましょう。買いましょう。ここで綿あめパーティーしましょう。絶対1回しか食べない。絶対1回しか食べない。使わないやつ。はい。ということで、お便りありがとうございます。引き続き皆様からの普通お便りリクエストなどお待ちしております。はい。ファックスが東京 0356340792、東京 0356340792、E メールが info@792fm.com、info@792fm.com までです。はい。そして私たちファンファンの番組問い合わせホームは http://fan-fan.com/request/ となっております。はい。実はね、今ね、私全然文字見てなかったよ。すごい。やばい、覚えちゃった。暗記ですね。やったね。素晴らしい。まあ言ってるけどね。結構でも、まあ言ってますね。確かに。はい。ということで、皆さんお便りお待ちしております。はい。桐村まりのキリッとお気楽ラジオ。今週も悩める子羊たちを救うべく、私、桐村まりと井上ゆかちゃんが聖女となってお悩みを解決いたします。子羊たちは救われるのか、はたまた冥界に行ってしまうのか、それでは今週のお悩みを紹介いたします。はい、と思いましたが、お悩み皆さん今日はないみたいなので、私が世界の格言もしくは名言をお言葉として伝えたいと思います。マリー様、ありがたいお言葉をお願いいたします。はい、それでは参ります。危険を犯して前へ進もうとしない人、未知の世界を旅しようとしない人には、人生はごくわずかな景色しか見せてくれないんだよ。こちらはアメリカの俳優シドニー・ポワチェさんの名言です。さあ、今年は残り少ないけれど、まだまだやることはあるわよ。きっと。桐村まりのキリッとお気楽ラジオ。私は誰？時々妄想しちゃうぞ。略して、私はだーれーのコーナーどんどんバッパフー来ました。このコーナーはですね、はい、無機物になりきって、くじ引きしてですね、何の無機物をやってるのかというのを、はい、当てていきましょうというコーナーです。無機物の気持ちになってね。はい。今年も。うん。今年も最後ですので。最後だね。最後かな、これ。あ、でももう一周あるよ。あ、もう一周あった。もう一周ありましたね。もう一周あるよ。じゃあ心置きなくやっていきましょう。心置きなく。どうでもよくなってる。では、引いていきましょうね。どんだかこれ。ででん。ちょっと待って、本当にわかんない、これ。引き直しまーす。そうね、これ本当にわかんないから引き直すね。これもう一回やったな。本当？なんか結構被ったのがなんか出てきましたね。これ、なるほど。じゃあこれでいきましょう。よろしゅうございますか？難しい、これ。では、これの最初はグー、じゃんけんぽん。最近もう私勝つんじゃない？うん、私が多分グーしか出してないからですね。だね。すごいですね。もう前後半決める意味あるのかっていう。じゃあ、ゆかさんどうぞ。ありがとうございます。じゃあ先にちゃかちゃかいきますね。じゃあゆかちゃんの無機物は何かな？ 3、2、1、9。こぼれるよ、ちょっとストップ。はい。表面張力という、科学の力がございまして、私にいくらギリギリにな液体を入れていただいても、実は液体はこぼれないんです。ねえ。私、基本的にはガラスでできているんですけれども、最近、すごい流行りの私がおりまして、チタンでできた私っていうのが流行ってるらしいです。なんと、液体を入れても、冷たい飲み物が、ぬるくならない。これすごくないですか？あれかなマジかろ。いつまずかろ。ビールグラスかな？おっと、グラス正解です。ちょっとどの方向から攻めていいか分からなかったですね。グラスだね。これが、適当の結果です。はい、では森さん行きましょう。はい。じゃあ、無機物、3、2、1、どうぞ。わしゃ、この道何十年の、車乗りだぞ。わしゃの背中には、クレーンみたいなのがついてて、それでフックみたいなのがついてて、それでいろんなものを釣り上げたりするんだよ。言っちゃったな、ちょっと。ここも正解だな、これ。もう言っちゃったな、これ。UFO キャッチャーみたいに物をカシャンってして、クイッとして、キューってするんだよ。行きましょうか、正解。クレーン車っすよね。もう9割方正解言ってましたよ、先生。ちょっとね、先生。桐村さんね、ちょっとね、このね、1個目に引いたやつが、ほんと意味わかんないように引いちゃって、全くわかんなくて、そちらに動揺を隠しきれず。なるほど。ちょっとね、ゆかちゃん。何ですか？ちょっとゆかちゃん見せるね。なんだこれ。わかんないよね、これ。あ、私が思うに、これあれですね、犬とかがキャッチする、ビューンって投げる。フリスビー？イエス。違うでしょ。あれ違う？これ、あれじゃないですか。わかった。審議、審議。Google ホーム。Google ホーム。審議。これ何ですか？これね、わかんない。これね、じゃあ、Twitter の方で、こちら写真の方上げてきますんで。何か、毒キノコか、Google ホームミニか、フリスビー。審議はい、じゃあ、こちらの答えは皆さん。じゃあ、これもみんなに考えてもらおうかね。答えをぜひ送ってください。ゆかちゃんはこれが Google ホームミニかな、もしくは、フリスビーに見える。私はね、これね、カレーパンの腐ったやつだね、これね。時間経過経ってるやつ。そんなやつ。じゃあ、これが表すものを皆さん当てていきましょう。これはちょっと来週に持ち込みしましょう。はい。以上、私は、誰のコーナーでした。はい、お疲れ様でした。桐村まりのキリッとキラッとラジオ。ワンポイント、無駄知識。生活するには全く必要ない。でももしかしたら役に立つかもしれない情報を今夜も一つ紹介します。タツノオトシゴの仲間には、タツノイトコとタツノハトコがいる。へぇー。おきらっく！今日のフエーブ。はい、このコーナーは桐村まりが個人でやっている、ただただ無言で笛を吹くユニット、フエーブを広めるため、ただただ笛を吹いてリスナーの皆様とゆかちゃんが、とっても困惑して曲を当てるコーナーでーす。はい、先生。はい、前回からね、こちらおたまトーンというね、かわいいね、おたまじゃくしのような、音符のような道具を使って、音の方を当ててもらおうかなーと思います。プロじゃないですか、先生。おたまトーンプロじゃないですか。今回ね、全くできる気がしません。はい、それでは早速おたまトーンで演奏していきたいと思います。いくよ。せーの。サビね。はい。無理。おきらっくん。先生、今回はちょっと難易度高いですね。難易度だいぶ高いですね。じゃあ、サビに行く前だけで考えてください。わかりますが、合ってるのかな。はい、どうぞ。千本桜夜にはいる。正解。君の声が届かないよ。はい、正解。笛の音が届かないよ。届かないよ。なんかね、サビがねちょっと難しいですね。じゃ抜けてとなんかね、ここの音符書き間違えたのかな、わかんない。すごい難易度高いやつにしましたね。おたまトーンにしては千本桜がちょっと来週もまた見てね。以上、はい、フェブのコーナーでした。はい、あっという間にエンディングのお時間です。はい。いや、ちょっと難しすぎましたね。おたまと、ちょっと難しいよ。これがもっと上手に弾きたいよ。いや、でもここからですよ。まだまだ、まだまだここからですよ。お玉の道のりは近いです。そうです、そうです。走り出したばっかりですから。そうですよ。お玉はまだ走り出したばっかりですから。お玉走ってたら怖いですけどね。お玉弱視ですしね。ほんと、カエルになっちゃうってなっちゃう。あ、カエルになりたい。早くカエルになりたいよ。頑張りましょう。はい。ということで、ゆかちゃん、なんかお知らせお願いします。さらっとお知らせを、1月4日木曜日にですね、新春の日本舞踊ショーを、ゆいの森荒川という施設で、やらせていただきます。お子様から大人まで、大人までどなたでもですね、楽しんでいただけるショーとなっております。各回100名様までですね、先着順で、お席をお取りしておりますので、もし新春ショー見たいなっていうお客様は、11日からですね、今月の12月11日からお申し込み開始になります。ツイッターに、詳しいお話などが書いてありますので、ぜひそちら、ご覧になって、施設の方までですね、お申し込みをお願いいたします。はい。はい。新春シャンションショー。シャンソンじゃないですね。新春舞踊ショー。新春舞踊ショー。シャンションシャ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 ンが踊りやすいね。はい。ということで、皆さんゆかちゃんの踊り見て、いいね、日本舞踊でこの1年を始められるとか、最高じゃないですか。華やかで、日本人らしい感じしますよ、多分。らしい。超日本人らしい。めっちゃ日本人らしい感じします。私たちの忘れかけた日本人の気持ちを思い出しましょう。思い出してください。私は必死ですけど。汗だくですね。頑張ります。じゃあ、お便りの宛先お願いします。はい。皆様からのお便り、リクエストなど引き続きお待ちしております。ファックスが、東京0356340792。E メールが、info@792fm.com までです。はい。そして私たちファンファンの番組問い合わせホームは、http://fan-fan.com/request となっております。お便りぜひお待ちしております。ということで、ファンファンウェンズで桐村まりのキリッとお気楽ラジオ、お相手は井上ゆかと桐村まりでした。また来週もぜひ聞いてください。またねー。